最終営業日ご来店いただきまして誠に今から49年前1975年7月にここ鴨池の地でダイエー鹿児島ショッパーズプラザとしてオープンいたしました。当時鹿児島県下で最大級のショッピングセンターとしてそして鹿児島県内の皆様方のあふれんばかりの期待とそして希望を胸にオープンいたしましてオープン初日は実に8万人ものお客様が訪れたということです。それから49年間途中ダイエーからイオンで名前が変わりましたが地域の皆様たくさんの方々に親しまれそして愛されて今まで本当にありがとうございました。パンダです。そうです。人はどうするんだろう。勉強してた人。